ピョートル・バグラチオン、ピョートル・イバーノビチ・バグラチオンは、ロシア帝国の軍人、貴族。ナポレオン戦争時に、ロシア帝国の将軍としてロシア第二軍を率いた。グルジアのカルトリ王国・バグラティオニアサの後営にあたり、曽祖,祖父は、カルトリ国王イエッセである。北カフカースのキジリアールで生まれ、長じて、ロシア帝国の将軍として仕えた。バグラチオンの、父ワン・バグラチオンは、 グルジアの王子で、ロシア軍の大佐。バグラチオンの兄弟ロマンバグラチオン・ボグラティニーも、ロシア軍に入隊し、将軍となった。1783年、ロシア軍に入り、軍曹として、カフカースマスケット連隊に配属される。数年を経て、カフカースに派遣される。1788年、トルコとの戦争に従軍し、大尉まで昇進した。 1792年から、キエフキバ両兵連隊で勤務。1794年には、前年のポーランド分割に伴い、ポーランドに赴任し、部軍を、アレクサンドルスボーロフ将軍に認められ、ソフィア騎兵連隊長となった。1799年、少将に昇進し、スボーロフが指揮するイタリアとスイスの戦線に堂々、ブレシア攻略に成功した。 ロシア帰国後の1800年に、このエリョウ兵大隊長となった。これは名誉職であり1805年からは別に、大隊長が置かれている。1806年には、同大隊は、このエリョウ兵連隊に拡大されたが彼の島で、名誉連隊長であり続けた。1805年のホラブルムの戦いでは、5倍の敵軍と戦い機関の半数を失いながらも、 ミハイルク・トゥーゾフ将軍の本営の退却を援護し、敵軍を退けることに成功した。1805年12月2日のアウステルリッツの戦いで、バグラチオンは、ジョアシャン・ミューラとジャン・ランヌによって引きられた、フランス軍最翼と対峙した。アウステルリッツの敗北後も、1807年2月のアイラウの戦い、同年6月のフリートラントの戦いなどに転戦し、 勇猛化館に戦闘を指揮した。1808年のフィンランド戦争においては、第21不評師団を率い凍結したフィンランド湾を横断する大胆な、後軍により、バグラチオンは、オーランド諸島を奪取した。そして1809年、彼は、ロト戦争において、モルダビア軍を率いて、オスマン帝国と戦い不評大将に任命された。これらの歳月における活躍により、 彼は、レフトルストイの小説、戦争と平和の脇役として登場することとなった1812年、バグラチオンは、西部、第二軍を指揮したが、モギリオフで敗北したため、バルクライド通り指揮下の主力部隊に編入された。そして、ボロジノの戦いにおいては、軍左翼を指揮したが、そこで彼は、致命傷を負った。彼は9月12日、おばのである、G。 三村で死んだ。皇帝ニコライ一世は、ボロジノの戦場に、彼の栄誉を称えた、記念碑を建てた。将軍の意外は、彼が死んだ場所へ移され、そして意外は、今日もそこに安置されている。彼の墓は、第二次世界大戦中に爆破され、その後に、元へ戻された。独祖戦後半の1944年6月22日に、 ソ連軍が開始した攻勢の作戦名として、ソ連の最高指導者、ヨシフ・スターリンは、バグラチオンを選んだ。攻勢は成功し、ナチス・ドイツ軍はベラルーシから撤退した。戦後、ソ連は、東プロイセン北部を併合し、それまでのドイツの都市、プロイシッシュアイラウを、彼を記念して、バグラテオノフスクと解消した。ありがとうございます。